どうも北さんです。どうも前田です。前田でいいの？どうも俺細平です。はい、俺細平くんが今日はね、あの一緒に練習しましょうって声をかけてくれたんで来ていただきました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。まあ、彼のこと知らない人はね、もしいるかしらいるかもしれないんですけど、なんと去年までのベストが11秒 4?44 です。44で今年が10秒66。しかもあの無謀と走ってくるんでね。そうですね。すごくないですか？0秒8 0.8 くらい。今年19の年ですかね。はい、はい、そうです。っていうね、まだ若いんで、まだまだ、もし来年もっと超えて日本選手権とか全然いけちゃうような彼なんですけども、 YouTube もやってるんですけど、ちょっとね、彼の前さばきとかすごいあの特徴ある走りなんですけど、メソッドを教えていただこうかなと思って。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、じゃあコバさん、流し始まるみたいな。やばいっすね、世界でソフィエテですよね。一緒に走らせてもらえるだけでもね、光栄だね。じゃあお願いします。警察署までご連絡ください。あんまりでも今の走りは前さばきを意識してるようには、いつものレースの走りとは違う感じしましたよ、なんとなく。そうっすね、うん、まあ一個ずつ、なるほど、連動っていうか、うん、やってて、まあ確かにちょっと連動かけたんですけど、うん、地面にこうどう伝えていこうかなっていう。俺それは怪我とかないですか？怪我とかあんまないっす。わあ、まあ18歳だもん。そうっすね。あの時はね、これだけ肉りそうでも、もうなんかなんとかなっちゃう。18歳ってやばくないですか？20個刺す。やばいな。僕なんか、おっと、何個差かよくわからんわ。息子だよ、息子。いや、マジマジマジ。そうだよ。息子だよ。だって26の時に産んだら。3倍ぐらい。そう、3倍約3倍近く。3倍はやばくないですか？ 3倍。3倍はやばいでしょ。2.5 倍ぐらい。ちょっと考えちゃいましたけどね。もも上げの意識は？そうですね。僕はつま先を上げて、うん、ここに落とすっていうか、こう、かかとの方に。かかとがちょっと真ん中に来るぐらいに落とすと、うん、よくくるぶしよね。あ、そうですね、軸にみたいな、うん、ありますよね。その意識でやるとつま先とか足先あんまり使わないっていうか、うん、転反射っていうんですかね、よくわからずやってたんですけど、ちゃんとお尻とかハムとかが使えて勝手に前に出てくるっていうか、へぇ、なんかやっぱそこでひねってるね、骨盤。なんか前回転を閉店的な動きってするから、うん、こう前に設置するぐらいのイメージなのかなと思いきや、あ、真下設置なのね。ちょっと後ろぐらい、うん、実際に走ってる時もそんなイメージ。あ、そうですね。へえ。別にこう前に下ろそうかっていうのはそんなにない。あんまりないです。へえ。設置のポイントをこうやってると勝手にこういう風になっていくんで。なるほど、はいはい。つま先を上げる、まあよくね、下がっちゃいけないとは言いますけどね。固定ロックって言いますけど、ロックしてる感じ。そうあの、自分結構足が流れちゃったりすることがね、はい、多くて、その辺ってどういう意識でやってますか？そうですね、うん、やっぱりこう足が流れるっていうのは、うん、上半身があんまり使えてないってことだと思うんですけど、はい、ああ、上半身、上半身が、へえ、こう上半身でこう持ってくる、うん、あでタイミングよくこう下ろすっていう
ていう、これをすると連動してるからってことですよね。そうですね、だからタイミングが両方合うんで、おこうバランスもよく進めてる感じですね。でさっきねカメラ外でしたけど、ケンちゃんのほら芝シグナル、はい、一緒に走ってたじゃない、はい、その時はほらケンちゃんに負けちゃったと思うんだけど、はい、ケンちゃんと走った時は、うん、上半身を全然取り組んでなくて、うんうんうん、足だけみたいな。その時はちなみに 100m のタイムどのくらいだったの？11秒21ですか、ね、ああ、うん、さあ土曜日にスタートしました。飛び出したのはケンちゃんだ。さあ前田選手が追う、前田選手が追う、どう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 、ケンちゃんが逃げるか逃げるか逃げるか、ケンちゃんが勝利。せーの、やっぱソヘイ店って言ったらスタートじゃない。スタートどんな意識だったの？そうですね、うん、スタートはなんて言うんですかね、でもまあ一歩目は、うん、ここはちょっとバシ君の動画見た感じの、そのバシ君 TV を見てくれと。そうですね、バシ君 TV を見てあ、ここ蘇兵店もあるかもなみたいな部分があって。でもそこは蘇兵店なのね、やっぱね。そうですね、うん、まあ、まずスタブロをセットするじゃないですか、うん、でセットパンの時に今はこうお尻が、うん、両お尻でグッて押す感じの。そうなんだ、みたいな感じですね。両足で蹴ってるってこと？そうです。あ、そうなの。押すみたいな感じですよ、やっぱり。股関節でしょ、うん、ここでね。そうっすね、うん、ここら辺で。薄いイメージ。これが近頃だとして、はい、右足前。はい、右足前。この時に、はい、全部これはお尻ぐらいでいける。すごいな。やっぱこう筋肉っていうか、うん、連動するトレーニングもやってくれば、うん、勝手にピカッっていう連動に変わってって。へえ、はい。なんか僕もね両足スタート実は一時期試してたんだけど、狭めたりしてて左右の差を、うん、でなんか一歩目の腕振りとかちょっとむずいなっていう、両足で出ると。なるほど、うん、っていうのがあって断念したんだよね。なるほど、うん、そうですね。やっぱ一歩目からもも上げの時もこう大きく動かしてやるのがいいっすね、うん、早くこうやってやってみたいな、やると勝手にこんな感じで上がってくるんで。へえ、できないっすよ。もう一回見本お願いします。やめてくださいってできないっすよ今は。やめてください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 や